ロッテ佐々木朗希プレミア12代表入り見送りの理由とは。侍ジャパンのスタッフ会議でロッテの佐々木朗希投手がプレミア12の代表から外れることが決まりました。佐々木投手は今季コンディション不良で離脱が続いており、ロッテと協議の結果代表入りを見送ることになりました。みんなの反応。国内での活躍が少ないので心配です。メジャーに行った選手は国内でも全力で活躍していました。契約問題は理解しますが、25歳規定は事前に分かっているので今の動きは疑問です。まず日本でエースとして1年間活躍してからメジャーに行ってほしい。ダルビッシュや大谷翔平、田中将大、山本由伸もそうだったし、ファンも納得して応援してた。でも今の佐々木朗希はメジャーのスカウトが来る試合だけ頑張って、普段の試合では手を抜いてる感じがする。日本の野球やチームに貢献する気がないみたいで、メジャーで成功してほしいとも思えないし、国際試合の代表選手にもふさわしくないと思う。今シーズンの成績では選出は不要。本人の気持ちも大事だが、首脳陣が完備しないと第二の藤浪投手になる可能性がある。素質はあるので、練習を頑張ってメジャーや侍ジャパンで活躍してほしい。大谷翔平と比較されがちな岩手出身の高身長投手、メジャー行きたいなら身体作りと精神面の強化が必要。持ってるものは素晴らしいから。佐々木投手は故障が多く、今シーズンは完走できなかったけど、球速がコンディションの指標かも。来季に期待。怪我が多いから無理せず、オフは体をケアして強い身体を作って、ロッテのエースとして活躍してほしい。200勝も夢じゃないし、スターになってほしい。今年のコンディションだと無理して呼ばない方がいい。直球で押せず、三振も取れない。プレミアのチームには捕まる可能性が高いし、竹内や高橋宏斗に勝てるとは思えない。プロ入りから体がほとんど変わってない感じで、線が細いんだよね。スタミナも全然ないし、ストレートとフォークはメジャーでも通用するくらいすごいけど、全力で投げ続けたらシーズン終盤まで持たないと思う。本人も分かってるだろうから、太れない体質なんだろうね。本人もロッテも嫌がるだろうけど、このままだと中継ぎや抑えで活躍するしかないかも。佐々木投手は才能だけで投げてる感じ。ダルビッシュや大谷みたいに努力が足りないかも。身体作りやフォームの安定をしっかりすれば、3年後には大リーグに挑戦できるかもね。佐々木は今年簡単に打たれてるし、他にもいい投手がいるから日本代表には足りないと思う。 WBC のメキシコ戦でのヒッティングが悔いになってるのかも。世界一になったけど、アメリカでのエクスペリエンスや大谷翔平に憧れて、日本では心ここにあらずかも。もうアメリカ行ってやりきるしかないと思う。藤浪みたいになる可能性もあるけど、本人の人生だし、野球ファンの期待を背負わせるのも無理。完全試合やってくれただけで十分だよ。ローマではまだ22歳だから、数年かけて力をつけて日本のエースになる日を待ちたいね。プレミア中には WBC ほど盛り上がらないかも。他国は元メジャーやマイナーリーガー、大工や教師、銀行員などが出場するからね。メジャーは過酷だから故障しない投げ方が求められる。日本で休んでるようじゃ無理だよ。高橋宏と宮城弘也が好調だから代表に呼ぶ必要はない。ポテンシャル枠なら山下俊平太がいる。山川とは違い、来年15勝や防御率2点切りを目指してほしい。コンオフは筋肉をつけて巻き返すしかない。成績は悪くないけど、シーズン通してローテ守れず、常にコンディション不良だから主要国際大会も見送るだろうね。佐々木選手には目標がないように見えます。高校野球の頃から甲子園に行きたいという意思も感じられませんでした。プロに入ってもメジャーで通用する体作りをしている様子もなく、ただメジャーに行きたいというだけで計画性がないように思えます。大谷選手のように目標を立てて一つずつクリアしていく実行力もなく、漠然とメジャーに行きたいと言っているだけです。高校生の時に甲子園に行きたい、投げたいと言っていたら、今とは違う佐々木選手がいたかもしれません。ロッテの育て方が失敗だったんじゃないかと思うんだ。怪我させないように、無理させないようにしすぎた感じ。沖典親も本で書いてたけど、無理しなきゃ超一流にはなれないし、チャンスも逃しちゃうって。佐々木朗希が登板ない時どう過ごしてたんだろう。楽な生活してたんじゃないかって思う。他の選手より優遇されてか保護にされてたんじゃないかな。本来なら登板間隔が長いなら、その間にトレーニングとか肉体改造とか変化球習得とかに使うべきだけど、今の状態見ると楽してただけに見える。ストイックさが感じられない。でも
才能とポテンシャルは間違いないから、これからの復活に期待してるよ。佐々木朗希を応援してるけど、疲労や故障が多く、成績も代表入りには足りないから選ばれなくて当然だと思う。佐々木投手は安定感がないから大舞台には向かないと思う。日本で先発するなら伊藤、戸郷、高橋、東、床田が候補で、安定感なら東がいい。山崎美幸は微妙で、竹内は面白いけど経験不足、才木、村上、山下、大瀬良、有原は外国人相手には向かない。結論として、佐々木投手は絶対的エースとしては物足りない。球速だけでなく、膝元のコントロールや変化球のコントロールができる投手が必要だと思う。佐々木投手は安定感がないから大舞台には向かないと思う。日本で先発するなら伊藤、戸郷、高橋、東、床田が候補で、安定感なら東がいいかな。山崎美幸も微妙で、竹内は面白いけど経験不足、才木、村上、山下、大瀬良、有原は外国人相手には向かない気がする。結論として、佐々木投手は絶対的エースとしては物足りない。球速だけでなく、膝元のコントロールや変化球のコントロールができる投手が必要だと思う。佐々木投手と大谷選手の違いは、心身両面で大きいです。佐々木投手は完璧を求めすぎていて、リラックスが必要です。才能はすごいのに、メジャーでは難しいかも。コンディションが悪いから代表で投げても結果は期待できないよね。それか MLB 挑戦。どっちにしても興味深い。佐々木は体が弱くてメンタルも不安定。大谷クラスを目指すなら強化が必要。虚弱体質だとメジャーは無理。経営者としては毎日欠勤せず働く人が戦力として助かる。彼には才能を最大限発揮して長く活躍してほしい。次の WBC でも重要な存在になると思う。選ばれるのは不安だろうけど、本人にとってはアピールのチャンス。日々の頑張りが大事だね。佐々木選手、今年は球速も制球もいまいちで、体も弱いからフォームと体作りに時間を使った方がいいよ。シーズン通して戦える体力がないのはプロ野球選手として致命的。まずロッテで頑張らないと。ロッテも休養入れつつ使ってるし、代表も呼びづらいよね。頑丈な選手の方が計画立てやすいし。みんなの反応としては、佐々木投手の代表外れは妥当との意見が多いです。少数意見としては、彼の将来に期待する声もあります。当チャンネルの意見として、佐々木朗希投手の代表入り見送りは妥当な判断と考えます。今シーズンのコンディション不良を考慮し、まずは国内での安定した活躍を期待したいです。